ただひたすらに生きることに必死な僕らは、泥や汗や体をぶつけ合って、なんか泣けたりなんか笑えたりします。北村匠海が主演を務める悪い夏が2025年3月20日より全国公開されることが決定。合わせてティザービジュアルと超特報映像も解禁された。原作は第37回横溝正史ミステリー大賞優秀賞を受賞した染井人となりのデビュー作悪い夏。真面目に働いていた市役所勤務の公務員佐々木がふとしたきっかけでとんでもない犯罪行為に巻き込まれていく姿を描く、育児放棄寸前のシングルマザー、彼女をゆすり肉体関係を迫る公務員、裏の住人、生活保護の不正受給をするドラッグの売人など、クズとワルしか出てこないと話題を呼び、累計18万部以上を売り上げる傑作小説となっている。監督は田中圭、磯村勇斗、山田裕貴ら実力派の人気俳優たちを主演に迎え、数多くの傑作を作り上げてきた鬼才、鬼城秀夫。足はある男で、非アカデミー賞最優秀脚賞を受賞した春英、向井康介。中毒者続出の極悪小説と機械の騎手たちの奇跡の化学反応によって、衝撃のサスペンスエンターテインメントが誕生した。北村匠海が闇落ち公務員に主人公佐々木役を務めるのは、東京リベンジャーズシリーズやネットフリックスシリーズ幽々白書などドラマの大ヒット作が続き、2025年春から放送予定の NHK 連続小説アン・バンに出演する北村匠海。真面目に生きるも気弱な性格ゆえに犯罪に巻き込まれていく公務員を演じる城忠監督作品に初出演となる北村は、城忠監督とはいつかご一緒させていただきたいと思っていましたと出演を熱望していたことを明かし、それが悪い夏で叶えることができてよかったなとを見終わった後に改めて思いましたと鑑賞後に改めて実感。優しいではありませんかと言って暗いでもありません。ただひたすらに生きることに必死な僕らが、泥や汗や体をぶつけ合って、なんか泣けたりなんか笑えたりしますとコメントを寄せる。ティザービジュアル&超特報解禁を合わせて解禁されたのは、ビビットカラーのビニールプールとは対照的にナイフを片手にまっすぐな視線を投げ、その瞳の奥に闇が垣間見える佐々木が印象的なティザービジュアルだ。さらに佐々木が独白する強烈な超特報が解禁。勤務先の役所の窓口で闇に落ちきった表情の佐々木が苛立ちや怒りを爆発させる姿が映し出される。ラストは、じゃあどうすればよかったんですかの問いかけと佐々木のドアップで締めくくられ、破滅へと転落するストーリーが気になる映像になっている。真面目に生きる気弱な公務員の破滅への転落と今そこにある恐怖を描くサスペンスエンターテインメント悪い夏は、2025年3月20日全国公開。情報、悪い夏2025年3月20日木祝全国公開。出演、北村匠海監督、鬼城秀夫足、向井康介原作、染井人となり、悪い夏、角川文庫、角川館配給、クロックワークス、C2025、悪い夏制作委員会作品サイト https://waruinatsumovie.com/